こんにちは、同居部のゆんゆです。今回は県民共済住宅で家を建てるにあたってのメリットとデメリットのお話をしていこうと思います。メリット、1、コストが安い。2、標準仕様が上位グレード。3、仮設工事費や地盤調査費用、設計料、確認申請等も坪単価に含まれているということ。4、打ち合わせに何度行っても契約までは料金が発生しないということ。5、完全自由設計であること。6、押し売りや値引き交渉がない。まずコストが安いということについて、坪単価 31.8 万円、埼玉県民共済に加入していればかなり安く注文住宅が建てられます。家の建築を検討していて、大手ハウスメーカーや工務店などの情報を収集している方はもうすでにお分かりかと思いますが、注文住宅で大手ハウスメーカーだと平均50万から80万、工務店でも同等か少し安いくらいのお値段設定のところが多く、坪単価 31.8 万円の破格差がお分かりいただけると思います。 2. 標準仕様がメーカー内の上位グレードであること。ローコストメーカーにありがちな標準仕様が下位グレードで、オプションにすると高くなってしまうということがありますが、県民共済住宅では標準仕様がもともとの上位グレードなものが多く、キッチン、ユニットバスはより上を目指さなければ十分いいものが標準で入ってきます。3. 仮設工事費や地盤調査費用、設計料、確認申請等も坪単価に含まれているということ。他社ローコストメーカーでは別途のことが多いです。故にプラスアルファの料金が発生し、意外と建築費用が思っていたよりもかかってしまうことがあるようです。それが県民共済では坪単価に含まれています。 4. 打ち合わせに何度言っても契約までは料金が発生しない。我が家は1回目の打ち合わせから1年6ヶ月はかかって契約しました。通常は3ヶ月、長くても6ヶ月と言われていました。我が家は設計に時間がかかってしまい、とんでもない時間をかけてしまいましたが、それでも契約するまで請求が来ることもなく、それまでの設計料が上乗せされるということもありませんでした。 5. 完全自由設計であること。木造建築の構造とできることとできないことの制限はあれど、間取りはこだわれます。設備もオプションとしてであればほとんどのものが導入可能です。一部は下駄箱はウッドワンか台形のみ等の制限ではありますが、県民共済の提携しているメーカーのものであればオプションで引っ張ってこれるものが多いです。 6. 押し売りや値引き交渉がないということ。県民共済は営利団体ではないので、営業もなければ押し売りもないです。逆を返せば提案型ではないので、施主の提案力次第で良くも悪くもなります。また値引き交渉などそういった駆け引きはありません。オプション品は決まった県民価格、坪数が増えればその分プラス、駆け引きがない分精神衛生上そういったストレスはないと言えるでしょう。最大のメリットは何といってもとにかく安い。設備に特別なこだわりと高級志向でなければ、十分なお家が坪単価 31.8 万円で建てられます。デメリット、1、営業がいない。2、打ち合わせ場所が2カ所に行くしかない。3、土地がないと話が始まらない。4、おしゃれな家になるかは施主次第。5、設計士の提案力が当てにならない。6、仕様変更するタイミングがよく訪れるということです。まず1つ目、営業がいないということ。すべて自分たちで仕様の選定や部材を選ばないといけません。すべて標準仕様でいいということであれば、県民共済住宅の支店に展示品があるので、その中から選択すればいいのですが、他にどんな製品があるのか知りたい、もしくは他のものを選びたいという場合は、自分たちで各メーカーのショールームに行くか、カタログから選ばないといけないので、そういった行動を苦にならずにできる人はいいと思います。 2. 打ち合わせ場所が2カ所に行くしかない。埼玉新都心支店と熊谷支店です。埼玉県民といってもこの2カ所のみだと、支店に通うのにかなりの労力をかけないといけません。遠方となると相当辛いですよね。
ハウスメーカーだと営業が近くまで来てくれたり、近くの住宅展示場での打ち合わせができますが、県民共済住宅は自ら出向かないと打ち合わせができません。3つ目、土地がないと話が始まらないということ。自分で土地を探してから出ないといけません。もともと土地を持っていたり、建て替えや土地の購入予定がないと県民共済では建てられません。土地探しはしてくれないので、自分たちで別に不動産屋さんで探したり、登記のやり取りをしなくてはいけないようです。我が家は祖父母の家を建て替えだったので、土地関連で改めての測量に費用がかかった程度でした。4、おしゃれな家になるかは施主次第ということ。インテリアデザイナーがいるわけではないので、おしゃれな家にしたいとなると下調べや知識、センスが問われます。ですが県民共済住宅の標準仕様がなかなかいいグレードなので、標準内で全て作ったとしてもそれなりにいいお家が出来上がると思います。5、設計士の提案力が当てにならないということ。基本的に施主が言うがままの図面設計で、もっとこうしたらいいとか、こんな間取りだとどうでしょうというような提案はほぼないと考えた方がいいです。ただこれは工場上できないよとか、通常はこういう風に作るよといったレベルの話です。また県民共済の設計士か外部委託の設計士かによっても、設計士のやる気や知識に差があり、当たり外れがあるという話を聞いたことがあります。一度担当になった設計士を変えてくれというのは基本的にできないそうなので、どこのハウスメーカーでもそうなのかもしれませんが、担当者の当たり外れはあるようです。6、仕様変更するタイミングがよく訪れる。県民共済で取り扱っている標準仕様のラインナップは 2,3 ヶ月のスパンで変更されることがしばしばあり、図面設計中あの仕様にしようと思っていたら契約時に変わってしまっていて入れられない、もしくはオプションになってしまうということがあります。我が家の例で言うと、精神ダンパーが当初のものとは変わっていたり、ユニットバスが宝スタンダードのものから積水にメーカーが変わっていました。こういったタイミングがあるので、契約するタイミングというのを計らないといけない時があります。県民共済住宅に向いてる人、向いてない人。向いている人は、1、土地を持っている人。2、家の情報を調べたりショールームへ通ったりする時間を取れる人。3、間取りを考えたり仕様を選んだり悩むことが苦にならない人。向いていない人。1、打ち合わせや選定に時間をあまり割けない人。2、すぐに家に住みたい人。3、考えるのが面倒な人。県民共済住宅はセルフビルドと思った方がいいです。営業もいなければ設計士は何件も案件を抱えており、一人一人に時間をかけてくれるわけではないので、もし導入したい設備がある場合、自らショールームへ行き見積もりを取ったり型番を指定し、導入可能か設計士に相談したりする必要があります。県民共済で提携しているメーカーのものであればオプションで引っ張ってこれるものが多いので、標準以外のものがいい場合、自分たちで決めて見積もりを取り、県民共済価格で導入するという流れになります。以上が県民共済住宅のメリットデメリットでした。ただただいいよというだけではないことも多々あるので、もし県民共済住宅に興味がある方は参考にしていただけたらと思います。このチャンネルでは4世帯完全同居の日常風景の動画を綴ったり、県民共済住宅で家を建てた家のこだわりなどを配信していけたらなと思っております。もしご興味がある方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。またねー。